度換金ですね。10オンスぐらいやっちゃいましょうか。10オンスで 0.9、 ちょっとじゃあ1個、10オンス分をインゴット1時間40分でできるんで、試しで一度やってみましょう。一度ゴールドバーを見てみたいですからね。はい。ん？あれ？え？もうできたのこれ。10オンスって書いてある。え？時間は？あれ？一瞬で出来上がったんですけど、なんだこれ。これを、これ落としそうだな。かなり危ないですね。ずっと持っときたいですよね、これ。2台しかないからな。インベントリーないですからね。もうすでに姿が見えないんですけど。落ちてません、これ。あ、奥にあんのかな。なんか、見えないんですけど。あったあったあった。これを、持っていってやればいいのかな。あ、でもこれだと押せない。あ、これは、どこにあってもカウントされるってことか。いくらでしたっけ？値段が出てこないのこれ。怖いな。とりあえず、売ってみましょう。売れないぞ、これ。売れないぞ。え？あ、売れた売れた。もうちょっと怖いな、この。2875だから。あ、でも高い高い。2850イコール11908ドル。高い。あ、こっちの方が高く売れんな。めちゃくちゃ高く売れましたね。バーを作っちゃいましょう。26オンス分。多分一気に多い量やった方がロスが少なくてコストも低いんで。おお、やばい、ちょっと待って。ちょっと待って、何が起きてんのこれ。死んじゃったこれ。やばくないですかこれ。あー、なんだこれ。これで一度もう全部クラフトしちゃいます。これにして、あと時間を見とこう。今9時2分、9時2分でこれ全部ゴールド。4時間後。時間変わってないな、やっぱ。な、数字が書いてあんのかな。あー、ちゃんと数字が 26.5 オンス。売ってみましょう。あ、上がってる上がってる。1203。いいじゃないですか。売りましょう売りましょう。1203まで上がった。よし。じゃあ、これを。今、14,472ドルか。よし。売りましょう。来い。売れてないように見えるからな。これ売れてるんですよね。おー !46,445。ギリギリいけんじゃないですか、これ。買いに行きましょうか。一応 1.69 オンスもあるんで、ユンボ買いに行きましょう。これでいいですよね。スモールエクスカベーター。28000か。高っ。高っ。97000。でもこれ持ってる人いたけどな。どんだけやってんだろう。とりあえずこれ買っちゃいましょう。はい。1個。28000。もしお金足りなかったらちょっと借金だな。
これでオーダーなんかこの買った時とかお金入る時の効果音がなんか欲しいですよね。これはやっぱこっから運ぶんじゃなくて1000ドルかけて移動を要請するっぽいですね。あっさりと購入しましたがとりあえず1個目は OK ですね。で、あとはここから材料ですね。で、これだったかな。これが13000、ちょっと高い。ほんと高い。マグネトレーラー、ちょっと待ってください。ジャーナルで、モバイルウォッシュプラント。モバイルウォッシュプラント、足りるかな、ほんと。まあいいや、一度入れていくか。13,500、もうあと5,000しかない。まあこっから先が安いのか。これでこれが1個。はい、あとウォーターポンプは現地のやつをあれを交換しましょう。これが1個ですね。まあお金足りますね。あとケーブル類ですね。まあ1個ずつ買っとけば確実かな。あとジェネレーターもそんな遠く置かなくていいんで、いけるでしょう。14,000。高っ。はい。3455か。一応持っていくか。でかいものから積んじゃおう。結構この運ぶ作業も大変ですからね。ライトを持ってきましょうか。ジェネレーターがついたので乗らないかこれちょっときついかな。ちょっときつそうですね。落ちてくる。ちょっとバケツが落ちた。ダメだ。これやっぱもうちょっと荷物減らさないと無理だな。まあいいや、ライトは。バケツをじゃあ5個ぐらい。まあ、10個ぐらい買っちゃいます。入るかな、そんなに。車が消えるバグはないですね。このライトはこの状態で引っかかるんだったら持ってってもいいか。なんだこれバケツが並んでる。乗せれるかな。全部結構かさばってますね。重ねられたらいいのにな。バケツ蓋閉めた状態でバケツトスですね。こんぐらいからうまくいかないな。入った。あ、これで他のも入れていけばうまく入りそうだな。あ、今入ったな。はい。あー、今のは飛ばしすぎだ。まあ、いっか。よし。これで全部買って、はい。はい。ライトをどうしよう。この上とかに置けないか。滑った。向かってきましょう。後ろまで見えないのかこれ。怖いな。よいしょ。おーおーおお。すごい跳ねる。危ない危ない。ゆっくり行きましょう。いいですね。残り3000。よし、頑張ってこれで儲けたいですね。おお、狭っ。これ通れんの？危な来ましたね。よし、これでこの辺りでいっか。
ちょっと高台のこの平らなとこら辺に止めとこうかな。届くかな。はい、無事到着しましたね。これで一度外して、必要な荷物も置いてきましょうか。で、これをこれで水を出してみるか。これスタートすれば、ああこれがスタートしてないのか。おー、あー出てますね。 OK OK、 いいですね。ジェネレーターも動いたので、よし、できたできた、来ましたね。よし、あとは輸送すれば OK ですね。一度保存しとこう。いよ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 来ましたね。ようやく来た。あとはトランスポートですね。まあ、2000ドル余ってるしちょうどいいでしょう。これで、はい。おお !3000! ちょっと待って。アーロックに3000かかるのか、これ。やば。しかもなんかローンできる額がめちゃくちゃ上がってるんですけど、これ。18万までいけるじゃないですか。1日3000は無理だ。なんかすごいローン音楽が上がってる。多めにしとくか。一括返済も後でできるんで、50日ぐらいにしとくか。51日、1日、72で、かなり高くないですか、これ。3000ぐらい借りときましょう。はい。まず、アンロックして、1500か。高いですね。はい。これできたかな。ああ、あんな遠くに出てきましたね。ちょっとまずセーブしないで様子を見に行こう。おお、来た来た。また借金生活か、結局。とりあえず、おお、来ましたね。ついに来た。斜面しとこう。ようやく乗れますね。久々だな。はい、これはコントローラーでやった方がいいでしょう。でエンジンが、おお、燃料どんだけ入ってんだこれ。半分か。ハンドブレーキを外して、おお、動いた動いた。遅っ。いいですね。来た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 。半分ですね、ガソリンは。給油車買うお金ないからな。ガソリン缶で入んのかな。めちゃくちゃ遅いな。いやー、かっこいいかっこいい。あ、めちゃくちゃかっこいいですね。すごいすごい。あ、ちゃんと乗ってる。いやー、リアルだな。なんで、あ、なるほど。おー、いいですね。ドライバー視点いい。あ、オペレーションモードにして、どうやるんだったかな。ちょっと待って、やばいやばいやばい。ちょっと戻った方がいいな。これでこっち側に移動しとくか。よーし、来た。ようやく、ようやく楽になるはず、これで。
あ、ぶつかっちゃった。こんぐらいまで寄せといて。いやー、いいですね。これで、おー、上がる上がる。おー、こっち側、こっち側回転で、左スティックで回転ですね。で、上下もあって、バケットがこれだったかな。あ、そうですね。おー、いやー、かっこいいですね。はい。これを動かしてやっていきましょう。おお一気に想像しい感じになってきた。さあ早くやんないと燃料が。よし、やっていきましょう。ここら辺から取っていくか。いいですね。あ、この視点で慣れたいな。あ、入ってなかった今。距離感が分かってない。この視点ででもやりたいですね。どのぐらいかな。あ、入ってる入ってる入ってる。あ、いいですね。おー、入った入った。やばい、楽しいこれ。